全世界の勢力がもうじきこの島に集結してしまう。それがどういうことか分かっていない。自分たちには力がある、時間がある、選択肢がある。そう勘違いしてしまったことがリヴァイ、あんたの過ちだ。まあ俺の真意を話したところで分かりっこないだろうがな。なあエレン、俺たちにしか分からないよな。この森を抜ければすぐお前の元だ。しかしちゃんと場所と時間を覚えているんだろうなエレン。行け。なんだよもうまたかよ。お前の可愛い部下たちはどうした？まさか殺したのか？かわいそうに。エド、必死だなヒゲヅラ野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ。俺から逃げられるって、部下を巨人にしたからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。ヒゲヅラ、てめえくせえし汚ねえしブサイクじゃねえか、クソが。まあ殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。